ベスト8を争う戦いは熾烈なものと化した。回転蹴り、あっと左の膝が入った。ここはチャンスとばかり、その右の下段、右の下段、右の下段。そんな中、最強の布陣で大会に臨んだはずの日本勢が次々と消えていく。ブラジルを包囲するはずの有力選手たちがポーランド、ロシアといったノーマークの外国勢に潰されていったのだ。危険な落とし穴が日本の足元にぽっかりとその口を広げ始めた。さらにストップ・ザ・フィリオとして日本の秘密兵器と期待された木山までもが全く無名のアフリカ選手に足元を救われた。そして怪物軍団ブラジルの前にまた一人日本人が沈んだ。だがそんな日本の危機の中、あの男が這い上がってきた。一撃の KO アーティスト、成島竜。かつて日本軽量級、中量級の2階級を制覇し KO の山を築いた一撃神話の体現者。その左足から繰り出される上段回し蹴りは見えない角度で相手の側頭部を襲う。2度目の出場となるこの世界大会、成島は好調な滑り出しを見せた。1回戦2回戦と連続の一本勝ち。そして4回戦、ついにブラジルとの直接対決。さあ出ていく、成島竜が出ていきます。自分よりはるかに大きい巨漢を相手に変幻自在の動きを見せる。赤が綺麗に4本上がりました。成島の勢いは止まらず、神がかり的な強さでベスト8への進出を決める。佐々木連発、そして晴天、晴天で佐々木。この結果、あのフランシスコ・フィリオと準々決勝で激突。ストップ・ザ・フィリオなるか。そして人間狂気グラウベの対戦相手にはこの男が名乗りを上げた。野生の喧嘩から野次龍太。日本人離れした体格から繰り出す多彩な技はまさに喧嘩。打ち出したら止まらないラッシュは見る者を圧倒する。おお、肘を使う。あ、これ有効ですね。最も得意とする右上段蹴りは多くの対戦相手を沈めてきた。昨年の全日本大会ではベスト4にも名を連ねた次世代のエース。その野次にとってこの大会は初の世界大会だが、プレッシャーをものともせず喧嘩空手が冴えを見せる。4回戦では高原との日本人対決。そして右の前蹴り、野次龍太、高原正文を捉えることができる。右の中段回し蹴り、思い蹴りが入った。もう一発で右の中段回し蹴り。どうですか長島さん。5回戦ではブラジル勢との対決、ついに野次が切れた。ブラジルに対してこの野次龍太の喧嘩殺法、この右の肘、野次龍太切れてますね。さあ暴れん坊がついに火を吹いた。野生の喧嘩からでストップだ。ブラジル野次龍太、さあブラジルを止めろ。日本の名才、ブラジルの空手を止めろ。出身の伝統、日本の生まれ野次龍太。さあ大声援に包まれます。野生の喧嘩空手でベスト8進出。人間狂気グラウベのブラジリアンキックに喧嘩ラッシュで挑む。そして日本のエースカズミの相手は一体誰か。本命のトーナメントを勝ち上がってきたのは木村康彦。1回戦2回戦を見事な一本で勝ち上がり、その底力を抑えに見せつけた。そして仕上げはどうするか。木村康彦、突きが効いた。未知の強豪をひしめく世界の舞台で抜群の安定感を感じさせる組手を披露する。たつき、そして中段突き、ね、ああまたです。変則のキック、変則の上段蹴りです。白がきれいに上がりました。さらに5回戦、無傷で駆け上がった木村は日本人対決で再び一本をものにする。左の太ももを狙っている木村康彦、引いた引いた引いた。右の下段回し蹴り、技ありを取っています。右の下段回し蹴り、そして横に上げられた赤い旗が天をつきました。木村康彦一本勝ち。
ダンと木村は3つの一本勝ちを手土産に日本のエース和美の前に立ちふさがることとなった。またもう一つの準々決勝はロシアのピッチクノブとニコラス・ペタス。果たして極真世界王者は外国勢か、それとも日本勢か。ベスト8が出揃いました。はい、その結果準々決勝の戦いはフランシスコ・フィリオ選手対成島竜選手、アレクサンダー・ピッチュクノブ選手対ニコラス・ペタス選手、グラウベ・フェイトーザ選手対野地龍太選手、木村康彦選手対和美はじめ選手です。はい、和重君、はい、フィリオ選手、グラウベ選手、和美選手、まあ、順当に来ていますけど、はい、内容的には誰が一番いい調子なんですかね。内容的にはあの和美選手の本当に技のキレが今冴えてるなという感じしますね、うん、はいはい。でもまあやっぱりフィリオ選手とグラウベ選手、まあ、これから本当にエンジン全開で、ね、やってくるんで、うん、まだまだちょっと本当にどんな技飛び出すかわからないし、まだ出し切ってないって感じですよね、出し切ってないという感じだと思います、うん、はい。のりかさんは誰に注目してますか。はい、私はですね、成島選手や野地選手のもう気合の入った素晴らしい試合に感動しましたし、はい、あの和美選手もどんどん調子が出てきたんでね、うん、ここは日本勢の頑張りに期待したいです、はい、さあいよいよ注目の準々決勝、日本は王座を死守することができるのか、間もなくです。最強を証明するために戦いの場へ徒歩を進めます。夢の王者まで倒す相手はあと3人、フランシスコ・フィリオ。そして日本から名刀を左上段回し蹴りを携え怪物退治へと向かいます、成島竜。さあこの試合本当楽しみですね。さあ勝与九代を制すか、止めのブラジル、止めのフランシスコ・フィリオ。結局成島選手しか残ってませんからね。そうですね、このブロックでは。そうですね、頑張ってほしいですね。で前に出る成島が突きで応戦していきます。試合場の下まで落ちていきました成島。さあ成島頑張ってほしいですね。小さな小さな167センチ、相手はフランシスコ・フィリオ186センチ。わあ危ない、今の頭の上を、ブラジルの結局ちょっと後頭部かすりました、かすっていきました。成島がどう戦っていくか、中に飛び込みたい。先ほど高くを倒した横蹴り、成島選手がね、本当にヒットアンドウェイつかタイプじゃないんですよね、前前というタイプですね、この小さな体で一本勝ちを狙う人ですから、はい、そういう意味ではもう何としてもですね、あの引き分けで体重判定って感じじゃないと思うんですよね。体重判定までいけば、成島に勝ち目はありますけれども、その前に決着がついちゃうことの可能性の方が大きいですね、はい、それだけに成島選手なんとかして頑張ってもらいたいんですけどね。この4年間世界の頂点に立つためだけにフランシスコ・フィリオは費やしてきました。おー、1対1、成島が行く、突きから2段回し蹴り、いいですよ。目の輝きは衰えていません、成島竜。相手をじーっと見据えています。相手は怪物フランシスコ・フィリオ、小さな体に大きな魂。今日なんかこう変な言い方ですけど、はい、運気といえばですね、成島選手にあると思うんですよね。そうですか、神がかり的な、なんかオーラみたいなものがありますか。オーラみたいなのが前のザンという佐々木戦でもですね、はいはい、その前の試合でもありましたからね、さあしかし効いた下段の回し蹴り、足が流れた。まもなく残り1分。先ほどフランシスコ・フィリオは前の対戦で日本の高久正義顔面への横蹴りでした。見事にヒットして一本勝ち。この成島竜、小さな成島が大きなフィリオに対して中に入っていく機会を伺っています。長嶋さん、この間合いの潰し合いというか。そうですね、頑張れ成島選手。懐入った時にね、本当にものすごく速い連打で、はい、先ほどもフィリオ選手のことちょっと圧倒した部分があって、はい、かかとを落として右の回し蹴りに、そして上段フィリオが出ていく。ものすごいプレッシャーをかけていきます。ただこの場外何回も続けるのは印象悪いですね、さあ残り30秒になりました。のりかさん、成島頑張ってますよね。はい、あと30秒、ちょっとね、のりかさんも成島選手、さあ中に入れるか、そうはさせないか。フィリオ、つけつけつけ、残り15秒、まだ決定的な場面というのはありません。横蹴り上位に2回落ちました。この辺りが心象を悪くしているか。残り5秒、上段回し蹴り、これもバックステップカバーしています。ここで3分間の本戦が終了しました。成島竜、果たしてブラジルフランシスコ・フィリオを止めているか。判定です、白が3本、引き
き分けは1本、これ場外ですね。そして主審も白、4対0フランシスコフィリオ、日本の成島龍を下しています。準々決勝突破、準決勝進出です。始まりました準決勝を目指して2人の対決。ピチクノブ選手は今回は本当に台風の目でした ね台風の目になりましたね。フィリオ、グラウベ、ニコラスというのはやっぱりどうしても警戒されてたんですが、本当にロシアが、これは技ありです。そして1本だ、あっという間に勝負が決まった。30秒少々です。左の下段ですかね今。うわー、目をつぶったニコラス・ペガス、上段ですね、上段に入りましたが、今左の上段の足蹴り、アレキサンダー・ビッチクノブ、シダ・タリエル・ビターゼ、田村義弘、そしてこのニコラス・ペダスを破りました。さあもう一度見ましょう。あ、上段に入ったんですか。あ、下からあのすくい上げるように、私もちょっと一瞬見逃しちゃったんですけどね、僕もすいません、見逃しちゃいました、あー、顎に入ったんですね。当たったですね。ニコラスがこんな倒れ方するのも初めて見ましたよ。いやー、びっくりしました。場内もさ、フィルとかグラブでもこんなシーンなかったですからね、ニコラス戦って初めて見ました。ニコラスペラスの1本負け、大番狂わせが起きました。大山マスターズ最後の一弟子ニコラス・ペダスが準々決勝で姿を消します。割れんばかりの歓声に包まれました東京体育館、グラウベと宇治の一戦です。さあ頑張ってほしいですね。さあいよいよ試合が始まりました。戦慄のブラジリアンキックが日の丸を切り裂くことになるのか、それともストップザブラジル、ロジエータ、野生の変化からであるか。さあ立ち上がりから激しい付き合い、野田選手いいんじゃないですか今の、今の場合は。そして長嶋さん、おっと、かかと落とし、グラウベ・フェイトーザも一戦一戦調子上げれますよね。こちらね、サウスポーになって相手の前詰めをしているので、はい、それで左の蹴り、左の膝、そして左のパンチを、ね、殺そうとしているんですよ、ね、左上段、膝蹴り。いや、あれはね、詰まり気味で入んない。あれは大丈夫。要するにグラウベの攻撃で得意なのは左なんですよね。なるほど、左の膝、左のブラジルのキックは注意ですからね、それを一茂さんが言われるようにサウスポーにしたりしてるんですね、はい、ここからサウスポーになって入っていく。あ、それで左を防ぐということですね。さあ足を払った、そして左上段回し蹴り、グラウベ・フェイトーザ、ちょっとバランス崩したので危なかったですけど、ね、後ろ回し蹴りで入っていきます、グラウベ・フェイトーザ。これはかなり練習したんでしょうね、この左から入るっていうのは、ね。さあ野次龍太、左中段強烈です、グラウベ・フェイトーザ。そして今度は上段に伸びてきた、返します、返します。ガードしているか野次龍太、ブラジルを止めることができるんでしょうか。日本が誇る暴れん坊野次龍太、極真空手の母国日本、世界という山の頂の一番高い位置には日の丸を掲げなければなりません。野次龍太、足伸びますね、左入るぞ、飛び込んでいきます野次龍太。藤原さん、この野次もね、この一戦表情がこれまでとガラリと変わりましたね。全然違いますね。グラウベ・フェイトーザと相対している野次龍太、左中段ショーモードも、ショーモードは野次の方がひどいと思うんですよ。そうですね、ここまでトーナメント苦しい試合を強いられているのは野次龍太。グラウベ・フェイトーザもしかしここまでのように一本勝ちの山というわけにはいきません。よし、ナイス、よし。さあ胸板投げて飛び込んでいった、ね、グラウベ・フェイトーザもしかし胸板に突きを繰り出していく。残り1分を切っています、残り50秒を切る。鎖骨やがってる野次、左の下段回し蹴り、内股に入った、ちょっと嫌がってた、左上段回し蹴りガードしている野次龍太、右の中段、そして左の下段、グラウベ・フェイトーザ、グラウベ・フェイトーザ、人間強者ともそうこの野次には慎重に出ています。一つ気合を込めた日本野次龍太、そしてこのブラジルの人間狂気、グラウベ・フェイトーザを前にしても逃げることはありません。かかと落とし、野次の頭をかすめた。さあ、ボディー効いたか、ボディーがちょっと効きましたね。野次のカップの頑張れ頑張れ、さあ左中段パースキル強烈、グラウベ・フェイトーザ出てきた、左の上段ふさぎり、ちょっとボディーが効きますね、ちょっと後ろ下がったか、ノーデータ、ブラジルを止めろ、日本野次龍太、ブラジルを止められるか、左上段回し蹴り、後ろに下がる野次龍太、左中段回し蹴り、グラウベ・フェイトーザ、ここで本戦の3分間が終了しました。やや苦しいか野次龍太、
判定に入ります。白い旗がきれいに上がった。野尻雄太が背負ってきた日の丸がブラジルのグラウベフェイトーザによって切り裂かれる格好となりました。グラウベフェイトーザ準々決勝突破、準決勝進出です。強いですね。さあベスト4へ残る席はあと一つ。浅草道場、木村康彦。192番カズミはじめ日本心動かさぬこと山のごとし、不動の心を持つ男、極真不動明と言われるカズミはじめです。さあこの木村を倒せばいよいよベスト4というカズミ。いや今まで本当世界大会ですね、過去何度も危機を迎えたんですけど、ベスト4にもうすでに3人外国人が残って、そうですね、日本人がもうこのうちの1人しか残らないというのは初めてですね。日本人潰し合いになってしまいますがね、いや本当に今年の世界大会はもう日本、はい、もう崖っぷちあと一歩ですね。そうですね、どちらが日の丸を背負ってこの後準決勝に進むか。ただここでちょっと気になる情報が入りました。カズミはじめ選手がどうやら右足首を痛めているそうです。あなるほど、だから左足蹴ってないですもんね。左の攻撃だけですね、先から、しかしその左足もですね、確か3週間ほど前に薬指を骨折してますよ ね、 そうですね。しかしもうどうやらカズミにはこの左の攻撃しかないそうです。ですから、ね、左足出ませんね。なるほど、はい、これはしかし髪が出ますね。カズミさん大きいですね。これはね、おっと聞きましたね。しかし2人が技あり、そしてもう2人の副審は主審は認めませんでした。今は技ありになりません。中段回し蹴りは技ありならず。さあ田代さん、ちょっとですね、気になる情報ですよね、右足首で ね、 頑張ってもらわないと、でもカズミはそういう怪我に強いですよね。ただ万全でもなんか危ないかなっていう状態だと思うね、するんで、あ今右出しましたね。でも畑野さんはどんな風に見てますか。とにかく頑張ってもうね、もう怪我とかなんとかもう言ってる状況ではもうこの後に及んでて感じになってきましたからね、頑張ってほしいです。どちらかが日の丸を背負いますけど、下段の足蹴りはどうだ。技ありが入りました。技あり最初ですね、左下段の足蹴り打ち柴田、左一本、武器はもうこの左一本です。カズミはじめ普段はカズミ選手ですね、判定勝ちって多いんですけど、今年の世界大会怪我してるのに、技あり一本が本当に多いですよね。それもこの左一本でですよ。3週間前に骨折した左足薬指、しかしその左しか今カズミは使えません。この左下段回し蹴り、残りがあと30秒、今度は中段回し蹴り、全て左カズミ、本当に尊敬するに値する、はい、本当にね、蘇った日本の侍っていうか、残りがあと15秒、まさに鋼の精神。そうですね、相手が強くよ強くほど、さあ、ま、良くなりますしね。またも下段回し蹴り、技ありを一本取っていますカズミはじめ。今本戦3分間終了、文句なし、カズミはじめ文句なし。さあブラジルの2強、そしてロシアの新星、さあ待っていろ、日の丸を背負ってベスト4進出、カズミはじめ頂点まであと2つです。さあこれが唯一の武器になりました、カズミはじめの左下段回し蹴り、角度がいいですよね。以上で長島さんいかがですか。いやもう本当にね、左は素晴らしいですね、その右のね、怪我がね本当に、しかし優勝までにはこの後グラウベフェイトーザ、そして決勝ではおそらくフランシスコフィリオ、厳しい戦いがまだまだ続きます。第1試合選手を